植物の一つである。葉の面に苗ができることからこの名がある。小ちシダは、シダ植物門、シシガシラカ小ちシダ族の植物で、常緑性の多年草である。大柄で厚みのある葉をつけるシダである。根茎は太くて短く、多少横に生い、その表面は大きな輪辺で覆われている。輪辺は長さ3センチメートルほどになり、 明るい褐色で光沢がある。傭兵は長さ30から60センチメートル、傭心は30センチメートルから2メートルに達することもある。傭兵は太くて丈夫で、基部には臨片が多い。傭心は全体の形は甲卵形荒く2回以上に裂ける。ほぼ完全に裂けてはいるが、なんとなく互いにつながっているような感じである。それぞれの刃先は、 少し尖っている。歯質は厚みのある角質で、表面には強い艶があり、葉全体が表面に向かって反り返り、円が少し内に巻いたようになる。葉の円には細かい虚子があり、列片の先端は尖る。葉の裏側ソーラスは細長く、それぞれの列片の主脈に沿い、先端が少し曲がって離れて終わる。葉が古くなると、その表面のあちこちから、 無性芽が出て、小さな葉を広げる。この地種の名は、この芽を子供に見立てたものである。子供、が出ている様子かなり明るいところによく生育し、海岸線に多い。根元は湿ったところが良いようである。湿った岩の上などにもよく生え、大きな葉を垂れ下がるように伸ばす。東北地方南部以南の本州から四国、九州、琉球諸島。 小笠原諸島に分布し、ヒマラヤから中国、台湾、フィリピンに渡る。八条カグマ、台湾小シダバリエーション、フォーモサナローゼンイストは、本州南部以南に分布し、本州の変種として扱われることも、別種とされることもある。小シダより一回り大きくなること、新芽が赤みを帯びること、下部の右辺が完全に裂けること、列辺の先端が、 より長く尖ることなどが異なる。ありがとうございます。